どう激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。メンソーレーということで、今回ですね、沖縄県那覇市にありますカレー専門店ポケットマーニー手裏店さんにやってもらいました。こちらにはですね、さまざまなね、美味しいカレーが、楽しめるところを今回やっていくんですよ。これね、名前の由来、これポケットマーニー、はい、まあね、なんとなく想像つくかなと思うんですけれども、これね、近くにね、首里高校というね、高校があるんですけれども、その学生さんでも、もうね、ワンコインとかでこう食べれるように、安く、美味しいカレーが楽しめるということで、価格がめちゃくちゃ安くなっております。で、今回ですね、これね、カレーの辛さが選べるんですけれども、一応ね、メニュー表上には、なんかね、20辛までがあるんですけれども、店長、もう一声欲しいですと、もうちょっと汗かきたいですよと、私といったらですね、なんかね、25辛がマックスでできるらしいんで、今回ですね、こちらの25辛に、チャレンジしていきたいかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴーですね。そうですね、ちょっとスパイスとニンニクでつけてあって、すごいいい匂いがしますね。これを、はい、強火です。もともと作ってあるベースを、これで辛くして、これが通常の辛さの中辛、5倍で作ってます。これ5倍で、はい、ちょっと辛さを、はい、ちょっと適当なんですけど、はい、もう5倍なんで、5倍で6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、通常は20なんですけど、両方で、ありがとうございます。1、2、3、4、5、いただきました。これ以上だと、はい、もう溶けにくくなってくるんで。来ました。こちらがインド風チキンカレー、辛さ25倍ということで、わー、このスパイスのいい香りが、しますね。ニンニクもたっぷり使ってますからね、美味しそうでございます。いただきます。さあ、インド風チキンカレー25辛、お手並み拝見ですよ。めんそうれ、はい、ということで、じゃあね、じゃあこのルーかけていきましょう。はい、香りがいい。目が覚めるような辛さ。カイエンペッパーがすごい。パンチが効いてるな。さまざまなこのスパイスを使ってるんですけども、ここに先ほどカイエンペッパー25振りいただきましたんで、かなりパンチが効いてます。はい、もうちょっとこれ全部かけちゃいましょうか。すごいよ。もう一口で顔が、汗が半端ない。二口目いきます。あ、でも美味しいわ。うま辛い。ニンニクの風味がいいですね。いや、辛い。これ辛い。大阪で食べたもじゃカレー1000倍みたいな感じですね。あれも、カイエンペッパー使ってましたから。
店名ポケットマーニーってね、ちょっと可愛い名前だから油断してたけど、この25からは全然ポケットに入らないぐらいの辛さですね。本当に安いですね。高くても600円ですからね。一番安いのだと450円とか。後からじわ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 きますね。口が痛い。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。カレー専門店ポケットマーニー首里店さんのインド風チキンカレー25から辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 8.5 です。はい、 8.5 になります。いやー、ちょっとビビった。これぐらい辛いとは思わなかったですけども、まさに予想外、意表をつかれた辛さでございます。辛いんですけどちゃんと美味しい。作ってる工程見ましたからね、ニンニクが、結構入ってるんで、ニンニクの風味が、僕結構ニンニク好きなんでね、非常に香ばしくて、美味しかったです。はい、ただ結構辛い、うちはね、まあ、お店の標準の辛さはね、中辛、まあ、5倍になってるんでね、まずはここから、まあ、ちょっと食べてみて、徐々にこう辛さを上げていくのが、無難かなと思います。ちょっと、ね、結構この辺が結構熱くなってきました。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。月下ブログ、ツイッターなども更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。燃焼で。